私は自分の夢子という名前をとても大切にしています。夢見る夢子らしく、たくさんの夢を見て、たくさんの夢を追いかけて、たくさんの夢を叶えました。家族、友人、多くの方々にその後押しをしてもらい、今の私があります。さあ、これからは夢を与える夢子になる時です。オランダの有名な画家フィンセント・ファン・ゴッホはこう言いました。 Ik droom van schilderen en dan schilder ik mijn droom。 私は絵の夢を見る、そしてその夢を描くのだと。私が今夢見ている絵には、ミセス・ユニバース・ジャパンになった誇らしく輝かしい私が描かれています。ではこれからその絵を完成させるために描いていきます。一筆ずつ、一歩ずつ。私の絵が完成した時、その絵がまた誰かの夢になる。ヨーロッパで妊娠、出産、子育てを経験した私だからこそ伝えられること。自己肯定感は他己肯定感につながるということ。私は美しい、そう堂々と言える日本人女性を増やしたい。夢子、私の名前は魔法の名前。夢見る夢子が夢を与える夢子になる時。